フィリップ・ラインハートは、オーストリア・ニーダー・エース・ター・ライヒ州リリエンフェルト、軍出身のサッカー選手、SC ・フライブルク所属。ポジションはディフェンダー。レアル・マドリード2008年から2014年まで、母国の SK ・ラピード・ウィーンの下部組織で過ごし、2014年7月1日に、レアル・マドリードの下部組織に入団した。2015年からレアル・マドリード・カスティージャで、プレー。 2015年12月2日に行われたコパデルレイの対カディス CF 戦でトップチームデビューを果たした。2016年のプレシーズン遠征でもカスティージャ時代の恩師であるジダンが率いるトップチームに招集されインターナショナルチャンピオンズカップ2016に帯同した。SC フライブルク2017年7月ブンデスリーガの SC フライブルクにレンタル移籍した。 買取オプション付きのレンタルとなる。2018年6月5日、SC フライブルクが買取オプションを行使し完全移籍することが発表された。2017年10月、2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のモルドバ代表戦で代表初出場。ありがとうございます。